愛媛県新居浜市の大島。人口200人弱のこの島では幻のさつまいもと呼ばれるお芋が栽培されているそうです。こちらが白芋と呼ばれる七福芋の畑です。収穫量がとても少ないのでとても希少価値が高いです。すごい綺麗ですね。もう普通に大島でないと美味しくできないんですか？そうですね、普通の畑やっても味が全然違います。あ、そうなんですか。違います。糖度は高いんですよ。甘いならいろいろスイーツとかもあるんですか？あ、もうスイーツは多いですね。そうですか、はい。べしあめ本舗さんです。七福芋を使った商品があると聞いてきたんですけど。びっくりしたようにもう準備できてますから、はい、こちらで食べてますか？どうぞ。はい、どうぞ。こちら何ですか？はい、これが七福芋の蒸し羊羹と一緒ですね。はい、いただきます。はい、うん、美味しいです。お芋の香りがすごいしますね。そうですね、うん、それでこちらがですね、地元の高校生コラボして作った白芋のキャラ餅という名前ですけど、ぜひ、はい、食べていただきたい。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。はい、中にクリームが入ってるんですね。そうです、うん、美味しいです。とても幻の芋と言われてますので、なかなか数少ない中での商品になりますので、まあ、新居浜では一番もう名物と言っていいのかなと思いますので、はい、坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。